上、熊本駅は、熊本県熊本市西区上、熊本2丁目にある、九州旅客鉄道、熊本電気鉄道の駅である。本校では、駅前にある、熊本市交通局の上熊本停留場についても、記述する。1981年頃の熊本電鉄駅2代目、JR 駅舎、現在は、熊本市電の駅舎として一区上熊本駅には、 JR 九州の鹿児島本線と熊本電鉄の菊池線が乗り入れ、接続駅となっている。菊池線は当駅が起点となっている。また、熊本市電の上熊本停留場には上、熊本線が乗り入れている。運転系統上は B 系統の起点となっている。島式ホーム一面二線を持つ高架機である。かつては、 島式ホームに加え駅本屋側に単式ホーム1面に1線があり単式ホームの1番線が下り線島式ホーム外側の3番線が上り線となっていた島式ホーム内側の2番線は特急などの対比線として使用されていたが2006年に廃止された同年11月には地下通路と3番線への渡り廊下が 使用開始され、エレベーターが2機設置された。その後2007年4月22日より、島式ホームのみとなった。さらに2011年5月24日より、九州新幹線の高架下に、ホームが移設され、対面式2面2線となった。連続立体交差事業の完了に伴い、2015年3月14日より、 高架化された四代目の新駅舎での営業を開始した。水戸岡英治がデザインを手掛けており、7両まで対応させたホームの床は、ウッドデッキとなっている。2012年12月1日より守護課が利用可能となっているが、自動改札機の設置は行われず、IC カード読み取り機のみの設置となっている。乗り場、JR 九州サービスサポートが、 駅業務を受託する業務委託駅であり、緑の窓口が設置されている。高架化により西口も開設された。トイレは改札内に設置されている。二代目駅舎 JR 城熊本駅の二代目駅舎は洋風建築の名作と評価が高いが、九州新幹線前線開業に伴う在来線高架化により2005年の解体を前に、 地元でも保存運動が起こった。その後、駅舎の一部を保存し、熊本市電場、熊本停留場の駅舎として使用することが決定し、2006年7月1日に、一区が完成した。一区の上保存されたのはファサードのみであり、屋根を含めた実体は鉄骨構造である。駅舎は簡易構造で、JR 線と乗り場は別に設置されている。 単式ホーム一面一線を有する地上駅で無人駅となっている。駅番号は KD01。かつては国鉄鹿児島本線と貨物列車の連絡運用を行っており、ホームと鹿児島本線の間に数本の貨物、列車用側線と国鉄連絡線が敷かれていた。貨物取扱いが廃止され、国鉄連絡線が撤去されるまでは、 車両の搬入もこの側線を使って行われていた。また、以前は、木造駅舎と待合室があり、貨車入れ替え担当の駅係員が配置された、関友人駅で、この駅係員が、貨車の入れ替えが行われていた、日中時間帯の未貨車入れ替え作業の合間に臨時に、改札と出札の業務を行っていたが、1979年に、 貨物取扱いが廃止されて、以降は完全無人駅になっている。貨物側線は1980年11月までに、国鉄との連絡線も1985年12月に、5000型が搬入された後にすべて撤去され、跡地はしばらく空き地と駐車場になっていたが、2016年に、駅町一丁目上熊本が建てられ、また一部は有料駐車場になっている。 木造駅舎は老朽化に伴い1985年に取り壊され、現在の簡易駅舎が設置された。また、2016年末に外観の改修工事を行っている。IC カード読み取り機はホームに設置。乗り場停留所番号は B1。東端式ホーム3面2線を有する。上、熊本電車車両基地が隣接している。 2002年の改修の際に日本初となるインファンド広報の軌道が付設された。2019年10月1日に停留場名を植え、熊本駅前停留場から上熊本停留場に改称した。乗り場過去上熊本線は2面に1線、坪井線は単式1面1線であった。ギャラリー駅前風景駅前は駅を中心に放射状に道路が伸び、駅前に 喫茶店などの飲食店が数軒ある。駅を背中に右側は、パチンコ店、倉庫、大型マンション、県立体育館を通り市街へ至る道と、市電に沿って進む道の二つがある。左側は、JR 線に沿って進み、メガセンタートライアル場熊本店や、上、熊本郵便局、県営団地、創業大学などがある。 正面台地には住宅街、右手には商店、蛍光業工場が並ぶ。駅裏手は熊本製粉の工場に面し、その背後には伊勢里川、花園地区の住宅街となっている。駅近くには熊本県立総合体育館がある。駅から熊本城まで歩いて20分ほどで散策の出発点となっている。 また、肥後熊本藩52万国藩主の戦国大名、加藤清正の母大寺でもある、本名寺の参道入り口も近くにある。桜町バスターミナルなどの熊本市中心部方面や、熊本駅を経由する、環状線などが利用できる。バス停のナンバリングが施されている。その番号と発着路線は、以下の通り。 乗り場1乗り場2乗り場3乗り場4乗り場 5JR 上、熊本駅は、開業時の地名から、池田駅と命名された。池田村は、早くから、熊本市との合併話が進んでいたため、開業して10年で、熊本市の上部に位置する駅として、上熊本駅に改称されたが、池田村を含む方卓郡が、熊本市に編入したのは、 結局、1921年になってからだった。なお、当駅が上、熊本駅に改称されてから49年後の1950年10月、熊本電鉄菊池線上熊本北、熊本駅間の開通と同時に、中間駅として池田駅が開業している。a b 市電上熊本線と改めき編入後の市電坪井線の線路は接続されなかった。 上熊本駅前駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。